皆さんこんにちは、ウェザイリー支配人の長岡です。本日はこちら8月15日月曜日に上映の東京裁判を紹介します。今から77年前の1945年に日本はポツダム宣言を受諾し、8月15日に全面降伏の旨を国民に伝えました。戦後の日本を統治する連合国軍最高司令官マッカーサー元帥は戦争犯罪人の裁判を早急に進めるよう望み、1946年1月22日に極東国際軍事裁判所条例を発布しました。これを通称東京裁判と呼びます。巨匠小林正樹監督が自らの戦争体験をもとに鎮魂の祈りを込めて綴った4時間37分にわたるドキュメンタリー映画の傑作をぜひ上田いびきのスクリーンでご覧ください。8月15日1日限定での上映ですので、どなた様もお見逃しなく。皆様のご来場お待ちしております。